まあハードボイルドな男にはそういうの関係ないですね。もうただただ与えられた舞台で暴れるだけです。なんか言い方とか声がちょっとハードボイルドな感じの。ちょっと気持ちが入っちゃいますね。ええ、ずれやすい。ちょっとずれやすいです。 まだちょっと。はい、ちょっといい場所が見つかってないですね。 そうですね。まあ相手一階級上だったんですけど、まあ特に変わらず、やっぱりハードボイルドな男はどんな状況でも冷静で流されずに、それが出たかなっていう感じですかね。ええ、緊張がなくなってきたっていうのもあるんじゃないですかね。本来の持ち味が出てきたかなっていう感じですかね。本当はハードボイルドな男は緊張しちゃダメなんですけど、若さというものですかね、ちょっと出ちゃうんですね、緊張が。だから緊張しなければ、負けることはないと、全部勝てるんじゃないかっていう感じですかね。逆に負けた時はもう緊張してたんじゃないかっていう感じですかね。そうですね。外国人ということで、そうですね。特に気にしてないですね。国籍関わらずやっちゃいます。全く問題ないですね。カン・ジョンミン選手が手塩をかけて育てたみたいな選手なんで、こっちとしてはしょっぱいんじゃないかなと。塩をかけて育てたんでね、しょっぱい選手 かなというね。どうですか、サトル選手、今の感じ。ちょっと今のはまだハードボイルドな返しではないなっていう感じするんですけど、今回韓国人ということなんで、キムチは好きなんでね。キムチは嫌いじゃないですよ。で、僕はカルビが好きなんで、今叙々苑で特訓中です。高級焼肉店で韓国人と対戦してます。韓国人と。韓国人対策で 徐々に行っております。ちょっとそういうのはわからないんで。あるキムチを食べてるだけなんで、ハードボイルドな男はそういうの気にしないんで、あれば食べる、それがハードボイルドな男ですね。ても大丈夫。大丈夫です、全く問題ないです。でも辛すぎるのはちょっと ダメかな。 ちょっとダメですかね。辛いっていうのはちょっとあんまりハードボイルっぽくない気がします。見た目で判断で これはやばそうだなっていう時は手を出さない ですかね。バレなきゃいいんですよ。たたずまいがハードボイルドならもうそれで、完璧です。 ソフトな部分は見せないという方向ですね。ハードボイルドなところを見せていきます。前回の試合がいい感じだったんで、今回はしっかり外国人選手をハードボイルドに倒すことができるかなと期待してます。心強いですね。期待されてます。楽しかった夏休みももう終わり。みんな、宿題は終わったかな？宿題が終わった子も、そうでない子も、夏の最後はゼストで締めくくろう。8月31日、日曜日、FIFA 有明、ゼスト42。チケット絶賛発売中。